あなたと紡いだキャロル、テイルズオブシンフォニア実況プレイ。皆さんここに一番はラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。今回は前回から連撮りで撮っているんですが、あらすじを読んでいこうかなと思います。破片はエルフの森にも降ってくる。ロイドは必死にエルフたちを助けるべく誘導した。ロイドの行為に人間に対して固くなだったエルフの心が少しだけ氷解する。救いの塔は破壊され、今まで救いの塔の力場で見えなかったデリス・カーランが姿を現した。呆然とするロイドたちの前に壊れたタバサがいつの間にか修理されて現れる。彼女は大いなる実りがミトスによって奪われたことを伝え、取り戻すように訴えた。ミトスは大いなる実りを持ってデリス・カーランごと消えようとしているのだ。どちらが欠けても世界はやがて滅亡するだろう。ロイドは大いなる実りを、そして奪われた大切な仲間を取り戻すためデリス・カーランを目指す。そのために必要なエターナルソードを使えるようにするため、ロイドの養父ダイクを訪ねることにするということですね。はい。でコレットがまた離脱してしまったわけなんですが、まあ、彼女も世界も両方助けるためにロイドの親父さんであるダイクさんの力を借りようということで、あー安心するな。しかしここは何回来ても安心する。クラトスはお参りしないのかな。あの前回のイベントでね、ロイドが父さんって言いかけたのと、クラトスが息子に教えられることになろうとはみたいなセリフを言ったので、ちょっと心がキュッてなりましたなんか素直にもうちょっと気軽にっていうか、ね、気兼ねなく話し合えるような環境に早くなればいいなと思ってます。でね、タバサちゃんが来たと思うんですけど、なんか喋り方が変わってて、もしかしたらマーテルさんがタバサちゃんの体を借りているのかなみたいな予想は立ててますが、果たしてどうなんでしょうか。つまりこの俺に契約の指輪を作れってんだな。地上暮らしで技術を失いつつあるこの俺によ。もうあなたしかいないのだ。技術を手にしていたドワーフは動けない。頼むよ親父。ここに全ての道具を揃えてある。もうなんか化石っぽい。こいつは研磨用のアダマンタイトだな。アダマンタイトか。ん？この木は何だ？これ、神木か？火を起こすのにはこれでなくてはならないのだ。なるほど。そういえばクラトス神木をうんぬんかんぬん言ってましたね。もしかしてこれを準備するためにあんたはテセアラを。かっこいいなクラトス。そうかい、ここまで準備してあるのかい。ここまでされたらやらないわけにはいかねえな。ま、かわいい息子のために力を合わせるのも悪くねえよ。わあ、二人の父親かっこいい。同じ父親としてな。ドワーフの誓い第1話、平和な世界が生まれるようにみんなで努力しよう。よし、やってやろう。これでエターナルソードを扱えるんだな。あ、父さん。クラトス、どうした？ロイド、お前は本当に強くなったな。天使化していた私にここまでの深手を負わせるとは。これを持っていけ。そしてミトスを止めてくれ。私はもう動けないようだ。わかった。そいつはかなりの名刀だ。お前の手持ちの剣でそいつと対にできるような剣はないだろう。そうかな。こいつを持っていけ。
昔約束したお前へのプレゼントだ。一人前の男になったお前にならこの大工様生涯最高の剣を預けられる。すげえ、この2本の剣があれば俺はもっと強くなれる。ありがとう親父。それにクラトス。マテリアルブレードを手に入れました。かっこいい。なんだろう、火と水みたいな、そういう感じなのかな。何もかもお前に押し付けてしまったな。すまない。俺の父親は立派なんだぜ。息子のために失われた技術を使って指輪を作ってくれたし、息子を命がけで守って陰ながら助けてくれたりしたんだ。おう、おめえはいい親を持ったな。じゃあ行ってくるよ父さん。うわ、父さんいいね。エターナルリングを手に入れました。行くぞみんな。はあ、とりあえずクラトスゆっくり休んでください。いや寝てなきゃダメでしょうよ。クラトスさんよ、おめえさんよく決心をしたな。生き方を変えるのは本当に大変なことだ。いや、それはあなたのおかげでもあるのだ、大工殿。あなたがロイドを曇りのない生き方をする人間に育ててくれた。それが私を変えたのだ。礼を言わせてください。同じ息子の父親だ。礼、何を礼なんか言われる必要がある。気にすることはないさ。本当にいい人に拾われてよかったね、ロイド。なあ親父、親父はカスタマイズっていうのできたりしないのか。なんでカスタマイズだと。そりゃできないことはねえが、専門のやつがいくらでもいるだろうよ。いや、親父の腕ならすごいものができるんだろうなってさ。そうまで言われてやらないとなっちゃドワーフが廃るぜ。よし、任しとけロイド。大工様が腕によりをかけてカスタマイズしてやらあな。ほんとか、やったぜ。で、何をカスタマイズしてんだ。はあ、おお、なんかいろいろ。あ、武器防具以外にね、ミスティシンボル欲しいな。フェアリーリングない。なんかセフィラが、あ、2種類あるんだセフィラって。リバースドール、アタックシンボル、クローナシンボル、これ欲しいな。アミュレット8個も必要なのか。しかもダークシール1個しかないし。いっぱい作りたいところだけど。恵みなんだ大工さん。とりあえず素材がないので、ありがとう大工さん。ちょっと待ってよ、装備見させて。あった、マテリアルブレード。氷か、そうだね、水じゃなくて氷か。氷の魔剣と炎の魔剣が組になった武器。これかっこいいなー。なんかね、テイルズ・オブ・ザ・レイズっていうスマホのアプリゲームがあるんですけど、それでロイドのなんか必殺技みたいなが、この確かマテリアルブレードを使ってるんですよね。ただ私ロイドのその必殺技が使える魔鏡っていうのを持ってないので。どうにかして引きたいなー、いつか。よし、であとなんかもう一個手に入れたよね。エターナルリング、エターナルソードを装備するのに必要な指輪、でダイヤモンドですね。世界で一番硬いと言われる神秘の宝石、魔を払う強力な魔法ゴフとされる。なるほど。で、
またシーナにオリジンを呼んでもらいたいですね。うん、オッケー。よし、とりあえずクラトスちゃんと休んでね。よし、これで一応心置きなくいけるかな。じゃあ最後の戦い行ってきます、お母さん、と言いたいところなんですが、またちょっとサブイベを探そうかなと思ったりなんかしちゃってしちゃったりしてって感じですね。イセリアの森とか特にないかな、なさそうですよね普通に。じゃあちょっとまた世界を弱者をいたぶるのは性に合わぬが、回っていきたいと思います。勝ちました。お、プレセは複合スキルを発見。そっか、あでね、Xジェムのやつを少し見てきたんですけど、あの戦闘メンバーにしないと複合スキルが発生しない、てか覚えられないっぽいので、ちょっと一回入れ替えて雑魚戦やりなんなりをしてやっていこうかなと思います。 EXP プラス ST、戦闘終了時の HP の少なさに応じて取得経験値が増加する。ほう、なるほどね。で、多分この一番いい組み合わせとかが調べれば多分出てくると思うんですけど、まあそこまで詳しくね、マニュアルっていうかおすすめ通りにやらなくてもいいかなと個人的に思って、まあ最終調整でまた確認はするかもしれないですが、レベル4とかレベル3とかのね、あのそれぞれ違った特性があったり、結構ね詠唱に関わるあの X ジェムも多かったりするんで、特にリフィル先生とかジーニアスとかはね、大したことなくてね、なんでまた後で確認しておきたいと思います。話になんねえな。お、ジーニアスが複合 X スキル、リミッター、オーバーリミッツ時の時間が増加する。リダクション、最後に使用した術と同じ術を唱えると TP 消費が減少する。いいですね。ちょっとやっぱりね、リフィル先生とジーニアスはいいやつをつけておきたいんですよね。ラッキーブールってなんだ、スペルエンハンス、これちょっといいやつにしようかな。違う、エターナル、コンボプラスウェルガード、スピードスペル、グッジョブ、キープスペルはちょっと覚えたいかなと思うんで、これでキープスペルにして、アイテム使用時のリフィル先生はこんな感じかな。パーソナル別にいらないか、記憶尋常での、ダンジョンとかではめっちゃ使えそうですけどね。ひとまずスピリッツにしときますか。で、なんかダンジョン内で、まあ、忘れそうですけど回復しよう、術を使って回復しようってなった時にまた変えましょうか。ジーニアスもできればキープスペルをつけたい。ジーニアス料理うまいからな。このエターナルがちょっとよくわかんないんですけど、レベル4でキープスペルつけちゃおうかな。まあ、料理は結構シーナに任せてるところもあるんで、特に味噌おでんがいい感じなんでこんな感じでいいか。よし、とりあえず詠唱時間が減少する系の人たちはこれでいきたいと思います。
いいかな、とりあえずこれでいきます。まだまだいけるぜ。お、リフィルは複合 X スキルを発見。いいですね。テクニカル、戦闘中術技使用時の消費 TP が減少する。めちゃめちゃいい、いいですね。よし、で今んとこイセリアとトリエットだったかなを回ってきたんですが、特にサブイベはなかったです。もしかしたらもう結構ないのかもしれないですけど、まあできる限りね見ていきたいとは思っているんで。そういえばアイフリーダもな、イベント全然できてなかったしな、もう間に合わないのかな。はい、ということでとりあえずねシルバラントを先に回っていきたいと思います。お、音楽が変わりました。ルインの、はい、ルインがねだいぶ再建してきました。いい感じに、おー、ここも橋がつながった。いいね、いいね。ね、今んところ、お、道具屋も商売再開してるって。お金を結構今使って、ために溜め込んでたお金を。で、ちょっとずつ復興してるんですが、結構いい段階まで来ましたね。で、あ、町長の娘さんなんですね。どうもどうも。そう、ちょっとずつ再建を進めてって、とりあえず多分まだもう一段階ぐらいは復興にお金を出せるかなっていう感じなので、いやー、やっとルインが明るくなってきて本当に良かった。あ、まだまだ全然足りないらしいですね。お金はいくら必要になるんでしょうか。ちょっと今回のでは全部復興はできないかな。お、ここの水たまりも埋められましたね。この度新町長に任命されました。みんなの期待に応えられるよう頑張ります。頑張ってください。ピエトロにばかり負担がかからないようにせねば。いや、頼もしいね。いや、本当に活気が出てきたよ。あの上の人は話しかけられない感じかな。よし、じゃあもう一回、待って、ここ上入れる？あ、入れる。ここはお家か？まだ先はできてないと。いやー、できればなー、全部復興させたい。お、ようやく全地区に手が入れられるようになりました。町を復興させるためにも頑張りますよ。頑張って。4万ガルドがいい感じですね。ちょっともう1万ガルド所持金切っちゃいましたが、お金はまあ頑張れば貯められるんで。よし、どうですか。お、最低限の生活ができるぐらいには復興してきましたよ。でもまだまだです。元の美しい街を取り戻せるよう頑張ります。いやー、ちょっとごめんね、今回はさすがにお金がないので、ちょっとこうやって物資を回収しつつ、この上に乗ってるおばあさん大丈夫かなあー、でもだいぶ家の形が出来上がってきましたね。よかったよかった。ちょっとお金稼ぎできる方法ってないのかな、ちょっと調べてこよう。はい、シルバラントには特にサブイベがなかったのでテセアラに戻ってきました。デリスカーラン有利。オリジンがロイドについたことでエターナルソードによるデリスカーランの捕獲は効力を失っているわ。ってことはぶっちゃけた話、デリスカーランは離れようとしてるってことだな。くそ、急ぐぞ。なんとしてもエターナルソードを使いこなせるようにならなくちゃ。はい、ということで決意新たにテセアラをまた
ちょっとね、探していきたいと思います。で、あのお金稼ぎの方法をちょっと調べてみたんですけど、地の神殿でなんかドラゴン狩り竜を倒すとガルドが一番稼ぎやすいみたいな情報をちょっとネットで手に入れましたので、そちらを試していこうかなと思います。できる限りね、まあ、どれぐらい貯めれるかわからないですけど、まあそれは裏作業としてやりたいと思います。はい、次のスキットです。ミトスの罪と悲しみ。ミトスは本当は悲しいのかもしれないな。どうしたロイド。俺にミトスが取り付いた時、俺の中にミトスの記憶が流れてきたんだ。たくさんの人に裏切られて、それでも前を見て人を信じようとして、そして結局転落した。落ちた英雄ミトス・ユグドラシル。ゼロス。いいかロイド、間違えんなよ。やられたらやり返すって言うのなら、ミトスはもうやり返すべき相手に相応の復讐は遂げてるんだ。ミトスを裏切った人間たちは4000年も前に死んじまってる。でも人は変わらなかった。そうさ、ハーフエルフも変わらなかった。なぜか、お互い歩み寄らなかったからだ。その努力を放棄したからだ。その罪はミトスにもある。まあそれはそうだな。いいか、ミトスのやってることはただの殺戮だ。それは許していいものじゃない。そいつを忘れちまったらダメなんじゃないか。わかった、もうぐらつかないよ。俺はミトスを倒す。全てを終わらせるために。なんかゼロスがすごく真面目に話をしてると、なんかギャップもあってか、なんかスーッと心に入ってくるってか、めちゃめちゃ真剣に話を聞かなきゃってなる自分がいます。はいまだテセアラを回ってる途中なので、またスキットが出てきたら見る感じになるかなと思います。多分ね、もうサブイベはほとんど見たかなっていう感じがしてます。結構ここまで回ってきて特に何もなかったんで、まあでもゼロスのおかげでちょっとずつガルドももらえたりとかね、まあ、アイテムをもらったりしてるので、もうちょっと回ってからラストダンジョンかな、次が、はい、に向かおうかなと思います。はい、ここは地の神殿なんですけど、ちょっとお金稼ぎ目的でやってきたらクレイアイドルたちがいました。ちょっとだけイベント進めちゃったんですけど、あの実は収録してなくて、はい、ここからまた収録スタートしていきたいと思います。おお、みんな揃った、行くぞメラ。どこに行くんだい。またなんかあるんでしょうか。で、待って、この箱なんかありそうだけど、とりあえずドラゴンを倒してみたいと思います。大きくて邪魔だよ。はい、で、お金がどれくらい稼げるかをちょっと確認しましょう。ローマ人剣思考レプ。打てて。多分ね、地の多分そんなに強くないと勝手に思っているんですけど、痛い。意外と強いか。あ、でもそうでもない。まずまずの勝利ね。2000ガルドか。思った以上に、なんかね、ゲームキューブ版PS2 版とかでなんかガルドの差があるらしくて、もしかしたらこのドラゴンじゃないかもしれないんですけど、ガルド稼ぎの仕方がちょっと変わるみたいなんですよね。まあしょうがない、とりあえずこれ開けましょう。ん？ネビリムの鍵が振動しているぞ。じゃあこれが、よし開けてみよう。え、もうあれ、ちょっと待って、私セーブとかしてきてないけど大丈夫？え、イベント？
かったよかった。マフ黒曜を、じゃ黒翼を手に入れました。やっぱり闇の装備品だったね。これ多分、C なのだと思うんですけど、そうですね、魔界へと誘う黒鳥の羽が封じてあるという伝わる、古い風。とりあえずちょっと確認していこう。今あるやつだけでも、魔剣ネビリム、ジーニアスのがないのか、どこにあるんだろう。魔剣ソウルイーターでしょ。ジーニアスじゃない、リフィルか、リフィル先生だ。ジーニアスも結局ないのかな。ないですね。でシーノは今手に入れて、プレセア・ディアボルスがあります、リーガル・アポカリプスあります、でコレットもあるので、あと2個どこにあるんだろう。まあとりあえずもうちょっと稼げる方法を探していきたいと思います。ちらっと見た情報だと、トレントの森にいるあのドラゴンいたじゃないですか。あのドラゴン倒すとまあそれなりに稼げるみたいな話を聞いたので、聞いたっていうか、そのあれに書いて、ネットに書いてあったので、それを参考にしていきたいかなと思ってます。ここにもまあ特にないですね。はい、じゃあちょっとまたカットします。はい、何回かカットしたと思うんですが、見てください、ガルドの部分52万3506ガルド稼いできました。で、ね、結局トレントの森で、前回かな、多分迷ってた時に何回か1回2回かな戦ったと思うんですが、ゴールドドラゴンっていう敵がいて、あの敵をたくさん倒してきましたで、その時にまあ誰でもいいんですが、パーティーキャラにこのブルーセフィラをつけて戦ってました。名のある女神の彫像、装備時の獲得ガルドが2倍になるということで、これをつけて1回倒すごとに16,600ぐらいかなのガルドをもらったので、まあ何回か倒して、そんなにね時間もかからず、めちゃめちゃ強い敵でもないので、今この4人でバランスよく戦って、結構すぐに溜まることができました。で新しくちょっとトレントの森をちょっと見逃したとこがあったかなと思って、ちょっと回ってたらこのリングシールドっていうのが残ってたので手に入れてきました。形状は指輪だが、掲げることで半透明の魔法の盾が現れるということですね。はい、でリフィル先生につけておきました。であとね、ミスティシンボルをつけてなかったのでリフィル先生につけておきました。あ、そうで、あと戦っている最中にリフィル先生がついにリザレクションを覚えまして、味方全体の体力を大幅に回復させる上級治癒術ということで、まあナースの完全上位版みたいな感じですね。はい、ということでね、まあかなりリフィル先生のこの回復特化な感じがだいぶ安定してきたかなと思います。でね、レベルも結構上がっちゃいました、ゴールドドラゴンと戦っている間に。でもうこんだけ50万ガルドあればなんとか足りるかな、わからないけど、まあ、足りなかったら足りなかったでまた裏作業でルインの復興のお金を貯めてくる予定なので、ひとまずルインはねできるだけ、おあ、めちゃめちゃ人増えてんな。ゼロスにして話しかけていきたいと思います。この街の象徴だし早く直してあげないとね。いやかなり治ってきたね。まだちゃんとしたのは見たことないから期待しちゃうな。噴水を、はいはいはい、私もここに住んじゃおうかな。いいと思います。いいね、かなり橋もこうしてきて移動がしやすくなりました。あ、なんかすごい先生みたいな
ずは四の湖の水を利用してですね、復興の計画、それとこの町の今後の発展のため、あちらの皆さんにいろいろ説明しているんですよ。いいね、ありがたいね、こういう技術者の方とかがいると。おお、すごい綺麗になってる、ここ。外はできてきてるんだけど、中が全然ダメなんだ。まだ祭司様も来てないし、入るのはもうちょっと待って。これあれか、教会かな？前に来た時はまだまだ復興に時間がかかりそうだったのに、もう十分町として蘇ってるね。いやー、かなり町の人たちが溢れて頑張ってくれた証拠でしょう。私も寄付した甲斐がありましたよ、本当に。はい、じゃあ、まあ、いつも通り限界値まで、はい、復興にお金をかけさせてもらってまだ若い者には負けんぞ。ほんと気をつけてね、おばあちゃん。よし、じゃあまあちょっと全ての人に話しかけてはないんですが、効率重視で。あ、すごい、めちゃめちゃ綺麗になってる。あ、おばあちゃんの乗る場所がなくなった過ごしやすいんでついつい長居してしまうよ。嬉しい嬉しい。町機能はほとんど復活しました。もう一息ですよ。じゃあ頑張りましょう。5万ガルド、はい、ぜひぜひ。いや、お金があるって素晴らしいねドラゴン様々でした。ありがとう、ゴールドドラゴン。橋もどんどん綺麗になってきてる。お、皆さん見てください、やりましたよ。とうとうルインを復興させました。おめでとう、ピエトロさん。すごいじゃないか。これも皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。実は町の人たちとも話していたのですが、ディザイアンに対抗するのろしになればと思い、さらに町を発展させる計画を立てています。もっとも予算の都合がつけばなのですが、はいまだ再建資金は寄付できるみたいですね。お、75,000。はい、どうぞどうぞ。完全に復興したら、復興ってか、あの、寄付をしなくなったら、ルインをまあ改めてもう一回。うおお、めちゃめちゃ綺麗になってる。道路も舗装されてる、すごっ。はいね、改めてまた探索してみようと思います。ルインの再開発計画は順調です。もう一踏ん張りってところです。はい、あ、今回は一気に10万ガルドですね。この勢いで寄付するとちょっと足りないか。半分使いましたもんね。ちょっと不安だけど、まあまだあと 1,2 回はできるんじゃない。おお、すごい、目に見えて変化が分かるって素晴らしいな。あ、犬小屋もできてる。はい、もう一踏ん張り。あれ、あ、もうなんか金額がかなり減ってる。5000ガルド、はい、全然大丈夫ですよ。いきなり金額が減ったのはどういうことなんでしょうね。もう一踏ん張り。あ、今回も5000ゴールド。はいよ、いいよ。5000ゴールドでいけばあとは足りるかな。よしよし、細かい部分がどう変わってきてるのかは分かりませんが、ちょっといちいち見てるとね、かなり時間がかかってしまうので、この辺はサクサクと、まあカットしてもいいんですけど、どっちにしろちょっとずつ復興してるのはお見せしてないので。お、ついに。ありがとうございました、皆さん。皆さんのおかげでルインはすっかり変わりました。おかげで私もこの町に恩返しができたような気がします。ピエトロ、お疲れ様。いえ、それはこの町のみんなに言ってあげてください。
この街はみんなの力で再生して、みんなの力で発展したんですから。残りの仕事が片付き次第、私は世界中を旅して回るつもりです。あ、そうなんだ。リザイアに苦しめられている人々を救いたいんです。頑張って。あ、もう終わりかな。ちょっともう一回出てみて、入って本当に、あ、ピエトロさんがいなくなってしまった。もう旅に出たのかな。はい、ということでお金を貯めた甲斐がありました。ここは水の都ルイン、ついにここまでって感じ。ほんと大した町だろ。すごいな、なんか強さを感じるね、人の。はい、宿屋さん来ましたよ。まだまだこれからですけど、いい町ですよね。いい町ですよ、ほんと。ここは絶望の町と言われていたんですよ。存じ上げております。ほんと頑張った甲斐あったよ。今住んでる人たちはみんなここの、なんだろう、復興を手伝ってくれた人たちなんかな。白鳥邸かな。え、ようこそ。せっかくなんで泊まらせていただきましょう。お、うーん、あ、椎名さん、ん、どうしたんだ。何か考え込んでるようでした。いや、結構世界を回ったけど、マクスウェルの噂は聞かないなと思って。確かに。マクスウェルですか。ああ、力を貸してもらえればいいなとか考えてるんだけどね。人があまり立ち寄らないところに封印があるのでしょうか。どうだろうね。でも私はどこかに神殿があって、その封印にマクスウェルが待ってるとは思えないんだ。なぜですか。それなら伝承に残ってるはずだもの。アスカと同じようにさまよっているのかも。ではアスカと同じように呼ぶことができないでしょうか。そうだね。何にしても情報が少なすぎるよ。そうですね。そんなこと言われたら気になるじゃん。確かにマクスウェルの話は全然聞かないですね。本作でももし出るとしたらおじいちゃんみたいな感じのビジュアルなんでしょうか。ちょっともう一回止まります。あ、もうないみたいですね。でもここでそのマクスウェルの話が出てきたってことは、なんかイベントが発生するきっかけなのか、もしくはもうどっかにその、あの、伝説のポケモンみたいな感じで世界中を飛び回っていたりするんでしょうか。わからないけど。どうだ、時間がかかったが完成させたぞい。ありがとうありがとう。お家も立派だね。お家じゃないかこれは。宿屋の2階は宿屋さんなのでしょうか。え、シンナの像ができてる。この椎名さんの像よくできてるよな。ちょっとちょっと、あ、ちゃ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 、どう椎名。あ、特に反応はなしか。そうだね、確かに椎名がルインで町の人たち守ってたもんね。考えてみりゃこいつの次は長い。まだ名前決めてなかった。フォレットがいないからな。まあ、コレットを取り戻したら、また名前を付けに行きましょう。あ、なんだなんだ。この店に武具を下ろして代わりにルインの特産品を仕入れるんですよ。なるほど。ここは何、武器屋さんか。一応それなりの武器を扱っているようだな。買い替えるべきか、今しばらく待つべきか。とりあえず、品物を、特にカスタマイズも大丈夫かな。カイサルまでハリセン。ボケとツッコミは世界を救う。タンバリンね。叩いて振って鈴を鳴らして演奏しよう。あれか、なんかちょっとネタ吹きみたいな感じ。
ファンタスマゴリア。その大スペクタクルはあたかも幻冬期に映し出される夢の世界。これは普通に普通の武器っぽい。剣玉を買ってもいいかも。出たよデッキブラシ、風の精霊の加護を受けた。へえ、神秘のブラシ。大入り袋。お金がいっぱい入ってるといいね。お年玉みたいだな、なんか。黒ひげだが、間違えて人を刺さないように、刺すと飛び跳ねます。怖い怖い怖い。バット。0対3?9回西満塁。一発逆転、さよならホームラン。はぁ、なるほど。ぜひとも打ってほしいところ。ピコハンデラックス。子供用のおもちゃ、ピコピコ鳴る音がポイント。ピコハンっていいよね。なんかグロリアーツ、新神業を持つ者への受け継がれる武具、最高の栄誉の証となる。はい、といった感じですかね。まあでも全体的に攻撃力は高いので買ってもいいですけど、まあ買うとなると、全員分買うとなるとお金が足りないので、とりあえずいいかな。よし。いやー面白い。在庫チェック。じゃあ、この辺は、お、猫人たちも戻ってきましたね。すごいな。結局前より発展してしまった。本当に。でも一番最初のルインを正直ちゃんと覚えてないけど、確かにここまで立派な感じではなかったのは覚えている。この町はまだまだ大きくなる可能性を持ってるね。シノコはまだまだ僕らに恵みを与えてくれるよ。100年、1000年後にはここはどんな町になってるんだろうね。1000年後か、想像つかないね。ピエトロがいなければ今のこの町はありません。彼には蘇ったこの町で暮らしてほしかったのですが、彼の再生の旅はまだ続くのですね。まあでもいつか帰ってくるんじゃないかな、ここに。ようやく作業は全て終わったな。人も増えたし、旅人も立ち寄るようになった。これからも発展していくだろうよ。いや嬉しい限り。もうすべて建物も立派なもんですよ。コンストラクト。スペクタクルズだけ一応買っといて。はい。どうもどうも。2階は?村長さんの娘さんでしたっけ?ピエトロ、彼はこれからも自責の念に苦しめられるのでしょうか?でもどうだろう。また旅していろんな人を救って感謝されてってね、自分もそれが目的で人々の笑顔を取り戻せてるって考えると、めちゃめちゃなんだろう、心の励みにはなるんじゃないか。自責の念で押しつぶされそうになることはないんじゃないかなと思ってるけど、教会というより礼拝室ですけどね。マナの仕事の管理が大変で、大きい教会だと維持できないんです。そうかそうか、マナの仕事は近くでしたね。確かに。ここリビル先生の像が立ってる。いいねいいね。洗濯をしに来たんじゃが、洗うもん忘れてしまった。はて何しに来たんじゃったか。大丈夫?洗濯だよ洗濯。大丈夫かなおばあちゃん。家帰れるかな。みんなを見てると心が温まります。気がついたらいついちゃってたよ。私もこの町に根を下ろそう。すごい綺麗な町だからいいと思う。長かった。やっと分かってもらえたんです。でも不穏なこと言ってる。ちょっとやめて。高いところに登るとなぜか寒気がするんじゃ。高いところはもうやめじゃ。次は低いところじゃ。低いところって程度にもよるけど。とうとうやったわ。もうボロボロだった頃の面影はどこにもないわね。私この町に住めて本当よかった。いやー、ピエトロさんが聞いたら喜ぶよ。
灯台完成だ。資材搬入用だった船もちょっとした別荘に早変わりじゃ。豪華になりましたね。やりました、僕らやり遂げました。ああ涙が出てきた。よかった、本当頑張って私もお金を貯めた甲斐がありましたよ。よし、あとちょあとはここら辺だけかな。ようやくこの町の発展も完了したわね。私は別にこの町の人間じゃないけど、なんか誇らしいわ。あ、ちょっと待って、町の復興に尽力した英雄ロイド・アービング。はぁ、なんか都町のシンボル的なところにロイドの像があるってな、感慨深いよかったね、かっこいい像作ってもらえて。これは嬉しい。でもなんでシーナとロイドはわかる。なんでリフィル先生だけなんだろう。3人だけ、まあ、配置的にしょうがないんですけど全員分置けないのはしょうがないけど。いやー、よかったよかった。これ名前変わってる。あ、再生の街ルインはそのままなんですね。はい、ということで、とりあえず今回はちょっと短いかもしれませんが、まあ、ちょっとキリがいいので、ちょっとあまりにも短すぎたら考えますけど、ちょっと今回はここまでで切り上げておいて、結局次回私はどこへ行けばいいんです。ロイドはかつて最後の封印があった場所に残されたエターナルソードを求め、テスヤラ川の聖地カーナン跡へと向かう。なるほど、わかりました。じゃあテスヤラの塔があったところに行けばいい感じなんですかね。うん、あ、そうで、さらっとトレントの森行ってきましたっていう話をしたんですけど、一応ね、ヘイムダールでしたっけ、あそこにも人が戻ってきてました、エルフが。町の復興は全然なんですけど、私たちがこのルインみたいに協力できるかって言ったら、多分そういうこともなくな感じで。おお、ロイドの銅像。まあでも人戻ってきてるんで、多分また復興するんじゃないかな、いつか時間をかけてという感じですね。はい、じゃあ見ていきましょうなんか照れくさいないいじゃん、みんななんか形に残したかったんだよ、感謝の気持ちを。俺ほとんど何もしてないのに。本当だね、納得するなよいやでもね、ちょっと頑張ったよ、資金は。うん、まあその確かに作業的なものは何もしてないかもしれないけど、気持ちがねこもってるからっていうことにしておきましょう。はいんーじゃ あここで終わってもいいか。今回はここまでにして、次回はテスヤラ川の聖地カーラン跡地に向かいたいと思います。そっからがラストダンジョンなのかな。ちょっとこのコレットが欠けた状態で行くのがちょっと不安というか、なんか、まあ、嫌な予感が現実にならなければいいですけれども、はい、ひとまずはこの7人と一緒にコレットを救いに、そして世界を救いに行きたいと思います。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。